アレッジ氷河の上にあるスフィンクス観測所ユングフラウヨッホ駅はスイスベルナーオーバーラント地域のユングフラウヨッホに位置する地下駅である。海抜3454メートルで、これはヨーロッパの鉄道駅で最も高くアイガー、ユングフラウ、メンヒの頂上にも近い。トンネルの複合体は鉄道駅とトップオブヨーロッパの建物を結んでおり、スフィンクステラスと呼ばれる。 オープンビューの展望台までエレベーターで接続されている。スフィンクステラスからは、スイスアルプス最大、最長のアレッジ氷河をはじめ、ベルナーアルプスやバレーアルプスの山岳景観を見渡すことができる。科学観測所であるスフィンクス天文台もここに位置する。さらに、トンネル経由で氷河の下にある氷の洞窟、アイスパレスやアルプス及び、 ユングフラウ鉄道の観光開発史を展示するアルパインセンセーションにも行くことができる。管轄上では駅はベルン州のラウターブルンネンとの境界に非常に近いにもかかわらずバレー州のフィエッシャータールに置かれる。州の境界は駅の上のユングフラウを横切る分水界に沿って続いている。駅にはインターラーケンラウターブルンネン、ベンゲン、 グリンデルワルトとベルナー・オーバーラント鉄道やベンゲルンアルプ鉄道で結ばれているクライネシャイデックから走るユングフラウ鉄道が乗り入れる。下記はこの旅客鉄道のデータ。ありがとうございます。